6月の第1週上海の商業施設の制約件数と制約総額は去年の同じ時期よりも8割近く減少しましまた。これについて中国の商業施設のバブルは住宅よりも深刻だと専門家は分析しています上海総合データ監視制御センターのデータによると6月の第1週上海の商業施設の制約件数は116件。 制約面積は合計八千四百四十平米で、去年の同じ時期よりも七十七点五九パーセント減少しました。制約件数は今年の三月以来最低で、制約金額の一億七千八百万円は去年の同じ時期よりも七十六点四三パーセント低い数字です。 ウォールストリート・ジャーナル氏は中国の商業施設のバブルは住宅よりも深刻だと分析しています。世界最大規模の事業用不動産サービス提供会社 CBRE は去年新設されたショッピングセンターの面積のランキングで世界トップ10都市を発表しました。そのうち9つが中国の都市で、しかも中国で建設されるショッピングセンターの面積は 世界の半分以上を占めとりわけ四川省の生都市で爆発的に増えています。去年生都市に建設されたショッピングセンターの面積は世界の他の他都市を大ききく引き離しましまた今年開業した異様に広い生徒国際金融センターは生徒市1,500万の市民が利用する買い物場所の一つにすぎません。

開発業者の進める住宅プロジェクトを許可する際の条件として大型ショッピングセンターやホテルを挙げるそうですイギリスに本拠がある不動産関連企業ナイトフランクによると現在中国で建設されている多用途施設はアメリカ最大のショッピングセンター千個に相当するそうですただし現在小売業者は店舗拡大を先送りしているため 建設の拡大はふさわしくないと分析しています。また、ネットショッピングの発展で世界のショッピングセンターはいずれも大きな打撃を受けています。一方、中国国内でテナントによる抗議はしばしば起きています。今年2月、生徒のあるショッピングセンターではテナント1000点以上がデモを行いました。

ウォール・ストリート・ジャーナル紙はナイト・フランクの中国地区担当孫ア安さんの話としてショッピングセンターは開業後テナントが埋まらないか良質な運営ができなければ毎月数千万元の赤字が出ると伝えました一方中国政府は空きテナント問題の深刻さを意識していないようです 呃，崩盘的话呢，涉及的资金呢，都非常的庞大，带动的那些贷款给他们的一些银行，从那些地下银行和影子银行筹集来的话，那又涉及到更多的人群。那最后，不管国家买单也好，或者银行倒闭也好，很多人投入的钱也就打水漂了。所以这些都会造成社会局势的动荡。大陸媒體的報導によると、中国各地のショッピングセンターでは。 空きテナント問題が非常に深刻です今年南京のショッピングセンターは引き渡しが集中しますがすでに開業したショッピングセンターも経営は厳しい状況です南京市の中央路にある大型ショッピングセンターは週末でも飲食店以外は客の姿がまばらです現在中国の重大不動産開発業者はいずれも商業不動産プロジェクトを抱えています アメリカの JP モルガン・チェイスの中国経済専門家、朱海賓さんは、中国の商業不動産について短期的には住宅よりも一層懸念されると述べました。通常商業不動産のバブルは崩壊の確率が高く、その経済的な損失もより大きいからです。新東人テレビがお伝えしました。